どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今回のテーマソングはダン、オフィシャルヒゲダンディズムのラフター。こちらの曲をこのちっちゃいウクレレでガズレレに簡単バージョンでやってみます。これはテンション上げて歌いましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている初心者向け超シンプル簡単バージョン。でもこれ歌結構難しいですからね。聞き込んで歌っていきましょう。後半のかっこいいバージョンはさらにここにリズムを加えて、そしてちょっとロングバージョン、簡単バージョンではやらなかったブリッジパートを追加してちょっとロングバージョンで、お届けします。それではショートカットバージョンなんですけどね。はい、2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽聴くの最高ですけどやる方がもっと最高。そしてねこのウクレレで今ご覧になってくださってるガズレレ方式でやったらどんな方でもすぐに弾いて歌う弾き語りができるようになります。ガズレレではですね楽器触ったこともない私不器用で無理なんですっていう方でもモリモリこのウクレレで音楽ができるプログラムがあって、今そのプログラムを見て世界中の方がウクレレでガズレレで音楽始めてます。皆さんもすぐにできるようになります。これねもうちょっとしたらここにリンクあります。そこのねリンク先に行ってもらって上から順番に動画を見てウクレレ触ってるだけですからね。はい、でこれ YouTube 動画ですからいつでもどこでもスマホでも見られて無料。まずは始めてみましょう。ここですよリンクは。いってらっしゃいクリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取り溜めてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでに1300曲以上、もうそろそろ1400曲ぐらいにはなるんじゃないかと思います。まあ毎日毎日アップロードしております。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏メロ、歌謡曲、洋楽、ハワイアンソング、アニメソング、映画の曲、世の中にあるいろんな曲を毎日ちょっとずつね、こうやって簡単アレンジで追加してます。これから音楽を聴くからやる方にどんどん変えていきましょう。それでは早速やってみましょう。オフィシャルヒゲダンディズム、ヒゲダンのラフター。ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。1、2、3、4。飛びたいとはしゃいでる声だけで膝
膝を抱えた昨日までの自分を乗り越えたらた今日も歌い続けた自分自身に勝利を告げるための歌ランドラフターガズレレリューシンプル簡単バージョンやってみました。力強いエネルギッシュな曲ですよね。これ4つ弾きでも本当はエネルギーを込めて歌えちゃうと思うんですけど、歌のメロディーとこのタイミングものすごい音程の高いところから低いところまで、もうオフィシャルヒゲダンディズムならではのこのメロディーライン、まずはこれ歌をね、把握するところから始まると思うんですけど、やってみましょう。今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、ショートカットアレンジバージョンで本当1番までやって1番のサビを繰り返したということなんですけど、これから後半やるかっこいいバージョンではそこにブリッジパート、前例のない大雨にあそこのパートが加わって、ちょっとロングバージョンになります。それでもやっぱりショートカットバージョンにさせていただいております。でね、2番を主にショートカットを させていただいてるんですけど、コード進行は1番と同じですので、ご自身でこう、コード書いて、2番の歌詞書いて、こういう風に書き出すっていうのがいいと思うんですね。で、今のね、動画、ガズレレ動画と一緒に YouTube で合わせてできた方も、それができるようになったら、やっぱりこう紙に書いて、これを見て、ご自身だけで演奏するのをお勧めしております。で、その時のメモるね、紙に書き出す参考になるように、ガズはいつもこれ見て歌ってるんですけど、いつもこの動画でこれを見てこんな感じでっていう風にやってるんですけど、今このガズクラブというサービスがスタートしております。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、この今今日やったラフター、オフィシャルヒゲダンディズム、この曲を含めた、今までガズが山ほど取り上げてきたコードノートの楽譜が、毎月お選びいただいて5曲、皆さんのお手元にダウンロードしていただけるという画期的なサービスでございます。今もうクラブメンバー500名オーバーで盛り上がっております。そしてこのガズクラブに入っていただくと、楽譜のダウンロードはもちろんなんですけど、その他にもいっぱいあります。毎月2回行われているガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信、これがめちゃくちゃ盛り上がる。次は9月16日の夜8時からスピッツ祭り、もう今宿題出てますからみんな家で練習してきてると思いますよ。オンラインでも大人数でも何百人で一緒に歌うと、このね感激、皆さんもぜひ混ざってください。そして非公開の SNS があって、そこにはいろんなね、もういろんなテーマで喋ったりディスカッションしたりとか、あと皆さんの演奏動画がアップロードできる場所が2カ所ぐらいあって、そこでみんなでワイワイものすごくクラブ活動してます。朝7時から私が濃厚なラジオ放送もしてますからね、ぜひガズクラブで待ってます。はい、それではお時間ある方これを見てメモっていってください。これね、最初に言ってきますけど、この言葉もいっぱい詰まってるし、歌は難しいですよ。でもコードはですね、結構どうだろう、簡単ではないかな。はい、こうやって映しておきます。一応いつものことなんですけど、このくるっと囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンでこのコード弾きますということです。でね、そうだ、これ言ってなかった、この CAUG っていうコード、これね簡単なんですよ。これちょっと慣れないコードですけど、たまに出てくるやつです。後で解説していきます。シンプル簡単バージョンでもこのコードを使っていきます。まあ、さっと映しますね。はい、でこのガズのノートの特徴は、この点でリズムを測ってます。こういうね、リズムがすごく複雑な曲は、このリズムを掌握するのが結構大事でございまして、鏡の中を、このな、なの伸ばしてる上だから、ここで、鏡の中を、こんな風にリズムを取って、参考にし、ひらがな表記はそういう時のために役立っておりますということです。はい。これを参考にしていただいてもいいし、ご自身で、動画のテロップをメモっていただいてもいいし、まあ、こんな感じでさーっといく、こんな感じになっております。コードもちょっと変わっていったりとかね、まあ、いろいろございます。この辺も、ほら、かっこいいバージョンではワンブロックにコードが4つ入ってきたりとか、そんなようなことがありますが、この辺もそうだね。はい、この辺もそう。はい、で今やったシンプル簡単バージョンはですね、イントロからバーっとここまでやってきて、 B メロでサビやって、ここまでやったらもう一回サビを繰り返して終わったということなんですけど、これからやるかっこいいバージョンはさらにそこにブリッジパートを追加、こっちに帰ってます。だから今日結局この2枚になってるんですよね。はい、これがブリッジパートでございます。でここではね、ちょっとか難しいコードがすごくいっぱい、まあ、出てくるんで、これはシンプル簡単バージョンはひとまず省略しました。これちょっとでやりたいなという方、これ頑張って練習してコードを押さえてブリッジパートやっていきましょう。で、かっこいいバージョンはね、こういう構成、バーっといってここまで来たら、こうブリッジパートに行って、そしてまたサビに戻って終わったという、そういうアレンジにさせていただきました。はい、これガズレレのウクレレ練習用ショートカットアレンジですので、フルでやってみたい方は、こう自分でこう工夫して、書き出してみるのをお勧めします。じゃあ、今出てくるコードですね、今ね、この赤く囲ってるやつは後半やのかっこいいバージョンで出てくるコード。今、映すこっちは
シンプル簡単バージョンでは今このコードだったんですけど、これ見て、ガズレレ必須コード全部、つまりもうオールスター勢揃いプラス CAUG ということです。まずこれだけちょっと確認させてください。C、C7、Am、A7、F、Dm、D7、G7、E7、Em7。これはですね、このガズレレ必須コードというですね、これです、これ。これ、全員集合なんですよ。このガズレレ必須コードって一体何だというと、このウクレレで音楽を始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたいコードのグループがありまして、それを私が勝手にガズレレ必須コードというふうに名付けておるんですけど、これさえ覚えておいたらもう世の中の曲、大抵できるぞっていうぐらいもう本当に助かる夢のようなコードです。もちろんキーとかいろいろ難しい話はまああるんですけど、一回置いといて、ウクレレにとっては、これマストで覚えた方がいいです。今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube の1300曲ぐらいの曲、ほぼこれがベースになってますね。で、10個もあるんですよ。でも10個って覚えられそう。こんなにずらずら並んでるんだもん。だけどこれちょっとしたコツで、めちゃくちゃ覚えやすくなるんですよ。で、ちょっと一応言わしてもらうと、これも一つのコードですよ。これも一つのコード。これも一つ一つ。つまり、指一本で押さえるコードもいっぱいあって、どのコードも押さえるのは簡単なんです。ただ、10個一遍に覚えようと思うと、ちょっとコツがいるから、私が動画でめちゃくちゃわかりやすく解説してます。ここにリンク貼っています。ガズレレ必須コード10個は、この動画を見たら、スイスイ覚えられますね。もう必見でございます。はい。そのガズレレ必須コード、プラス今日は1個追加されて、まあ今日11個ということなんですけど、これ C、オーギュメント。はい。C オーギュメントっていうのは、これ簡単ですからやってみましょう。C を押さえたまんま、4弦の内フレット、ここですね。これが C オーギュメントです。イントロでいきなり出てくるんですけど、まぁ、こんな感じですね。ちょっと怪しげ。この音ですね。次 Am でとか。はい、このだんだん上がってくる、こう、怪しげな感じが、この C オーギュメントで表現されてる。これ簡単だと思いますね。ちょっとね、薬指で押さえ、C って薬指で押さえるといいって言ってるんですけど、ちょっとこれ遠いなと思う人は、もちろん小指で、こういう時は、なんていうか、臨機応変に対応でもいいと思います。指はもうほんとお好みのところでいいと思います。この CAUG、C オーギュメントというコードを使って今シンプル簡単バージョンやってみました。それじゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンでコードをね、4つばかし追加です。どんどん説明していきます。Gm7。これもよく出てくるやつですね。押さえる場所。ここ1フレット、1弦と2弦。こういう風に2つあるからこう押さえたいですよ。これちょいと立てる。この角度がすごくなるといいんですけど、はい。これ中には、こう反らない方もいらっしゃるんで、そうしたらこうとか、こうとか、うまいことちょっと工夫して、なんとかこう Gm7 のコードで日々再現してみましょう。はい、次。はい、これもよく出てくるやつ、Fm 出てきます。Fm。これはね、初心者の人、突っかかる代表。ここと、ここと、ここの3箇所。こうやって押さえるのが教科書通りですというふうに言っておるんですけど、ガズの場合はこの部分を、この親指でギュッと握り込んじゃう。どっちでもいいです。音がね、綺麗に出ればどっちでも、あと疲れるのはダメです。楽な方でいいですね。はい。はい。この Fm 使ってまいります。あとね、ここはね、ブリッジパートで出てくるコードなんですけど、これセットで考えちゃいます。G シャープ星と A シャープ星。これもね、ガズレレでは結構出てくるコードで、ちょっと見てみる。まずは G シャープ星から行くんですけど、まずじゃあもうちょっと基本の G というコードからいこうか。G というコード、こことこことここなんですね。これいつもね、ガズレレでは G のコード、G7 に置き換えちゃうんで、なかなか機会がないんですけど、たまには出てきます。こことこことここを押さえます。どうやって押さえるのがいいかというと、まあ、私のおすすめは、ガズのおすすめは、3弦が人差し指。中指が1弦、2弦が薬指。これが結構いいんじゃないかなというふうに思うんですけど、はい。もちろん人によっては、ここ、見て、人差し指で、1、2、3弦押さえてちょい。これでもいいですよ。まあ、どっちにしろ、これが G なんですけど、今日はこれは出てきません。この形のまま、こっちに1個ずらす。3フレットのところでこの形を作る。これが G シャープ欲しいですね。はい。この次、この形のままさらにこっちに2個ずらします。よいしょ、よいしょ。5フレットの、この5フレットのところでこれを作る。はい。これを今どう響き。すごく良くないですか。4弦はもう開放弦でいいです。このね、星マークはですね、これガズレレ独自の表記でございまして、なんかちょっとコード名はわかんないけど、いい雰囲気で簡単アレンジしてますという認識で、あ、お願いします。これですね、他のガズレレ以外のところでは全然わけがわからないことになっちゃうんで、ガズレレの世界だけのね、表記ですね。そこのところよろしくお願いします。これがブリッジパートのところで入ってきます。これが結構かっこいいということでございます。はい、そして、次はですね、弾き方の解説に行こうと思うんですけど、今回はね、ほんと、イントロのちょっとと、最後のエンディングだけガズページをちょっと出して、あとはもう16ビートのチャで、ずっとひたすら16ビートのチャでいきますが、ブリッジパートのところだけちょっと特別な弾き方です。ではまずね、ガズページオっていうのはこうやって、ちょっとピアノっぽいイメージを。
イントロで、イントロとかエンディングでちょっと使っていくと。はい、ガスペチオ。16ビートのチャワ。使った、ボンチ、バカチ。こんな感じ、ずーっとこう、淡々として、勢いよい、ファンキーな感じというよりは、ちょっと落ち着いた感じの16ビートのチャでございます。はい、この2つの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からガスペチオと16ビートのチャ。それぞれ動画で濃厚に練習、レッスンしましょう。はい。ガスペジオの方は比較的簡単にできると思うんですけど、ここはね、結構歌がない、今回は歌がないところです。演奏に集中してね、できると思います。そして16ビートのチャはですね、やっぱこれ難しいビートなんですよ。このしかもふんわり感、どっしり感を出す16ビートのチャっていうのはさらに難しいと思われるんですが、根気よくリズムをこう、体にこう染み渡せるように練習していくのがいいと思います。まずはね、こういうストロークっていうんですけど、こう右手の動きをね、これは8ビートというリズムが基本になりますんで、全然やったことない方は8ビートからちょっと、練習してみてください。8ビート、8ビートのチャ、16ビート、16ビートのチャという感じで、こう育っていく感じがいいと思いますので挑戦してみてください。そして、曲の中で、まあ、こういうワンブロックにねコードが4つ入ってくるところが、まあ、結構出てきますんで、ここなんかもね、出てきますね。その辺がさっきとはだいぶ感じが違うところだと思うんですけど、今日のねキーポイントになるところとしては、ブリッジパートのところのリズムがちょっと変わる。これをさっきちょっと言ったんですけど、ちょっとやってみると、ワン、ツー、スリー、フォー。前例のない大雨に傘も意味をなさない、ダンツダンダンツクチャ。わかった？ A マイナーでやると、ダンダンツクダンダンツクチャ、ランダンツクダンダンツクチャカタカ、ダンダンツクダンダンツクチャカタ。テレポで書いた方がいいかな。ダンダンツクダンダンツクタンツクダンダンツクダンダンツクタカツ。これだからカッティングの要素も入ってきますね。これカッティングっていうのも、さっきのリズムいろいろのところに、その レッスン動画も上がってますけれども、ダン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 ツク、この辺ダンダンツクタ、これね、チャとツが混ざってるね。ダンダンチャツ、ダンダンツクダンダンツクタカ、ダンダンチクダンダンツクタカツカ。これね、うん、ちょっともうちょっとゆっくりやってみるか。ダンダンチャカ、ダンダンツクチャカツカ、カッティングの中でチャが入ってくるね。ダンダンツクダンダンツク、これはちょっと難しい。大きい決めリズムですよね。もう一回ちょっとやってみましょう。せーの。前例のない大雨に傘も意味をなさない、それでも胸は熱くなってつくたかった。こんな感じでございます。ここがちょっとリズムのノリがガラッと変わって、こうダイナミックにドンドンパッドンドンつくパッドンドン、こう大きい感じでノリをガラッと変える、やってみましょう。さあ、この曲は結構こう勇気と希望を見上げる力強く、歌いたい曲なんですけど、これね、気をつけなきゃいけないのは、やっぱね、テンポが速くなっちゃいがちなんで、こうどっしり感、この歌詞の世界観もちろん読み込んでいただいて表現していくのがいいんじゃないかなというふうに思います。それではやってみましょう。オフィシャルヒゲダンディズムのラッター、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。I'm
見てた鳥の名前は笑ったゲージを壊した。 Yes でも No でもなくて飛びたいとはしゃいでる声だけで膝を抱えた No までの自分を乗り越えた Laughter 今日も歌い続けた。自分自身に勝利を告げるための歌。自分自身に勝利を告げるための歌。ヒゲダンのラフターガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。力強いグッグッグッとこうね握りしめていく感じなんですけど、これでも歌はですねやっぱメロディーとタイミング、やっぱ何回も言いますけど相当この難しいというか面白いというかですね、そのリズムにこうスコーンとこう音程とかもねハマった時すごく気持ちがいいね。こうこれはね結構時間かかると思います。もうじっくりこう体に、落とし込んでいくような感じで練習していくのがいいんじゃないかなというふうに思います。さあ皆さん音楽楽しんでおられると思いますけど、この楽しさ周りの方にもぜひとも、お伝えください。ウクレレで音楽やったら楽しいよ、簡単にできるよという感じで、でねこの今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube もぜひねご活用ください。ガズレレ YouTube 見たら分かりやすいよとかそんな感じで言っていただけると嬉しいなというふうに思います。ガズレレ YouTube チャンネルいいねとかチャンネル登録よろしくお願いいたします。お知らせです。いつも使ってるこのガズのわがままウクレレなんですけど、本当に今大人気でございます。ありがとうございます。毎月1回程度、ある程度の、ウクレレをですね販売して事前予約で注文受け付けてるんですけど、本当ありがたいことにもう本当に1日2日でもソールドアウトになってしまう状態が続いてまして、また来月もこんな感じでご注文いただけるようにすると思うんですけど、今ベトナムでもちゃくんがこう一生懸命もうガズレレGラボチームで、一丸となって取り組んでますので、まあ、ご注文いただいている方、もうちょっとお待ちください。そしてちょっと気になっている方来月もまたご案内ありますんでね、ぜひともよろしくお願いいたします。あとねもうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもご紹介したガズクラブも今ね500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはねアプリなんですけどガズレレのこっちも相当ねいいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにねやっぱ書いてありますんでね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ前半に小杉さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのねところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界で一個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これねぜひ皆さんこういうのねホームページにゲットしてください。あそしてあと忘れちゃいけないこのガズレレのリュックサック、ここにほら分かるガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的な商品、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。でこれどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですねこんな感じになってます。中は広くて、でこれ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたりカポ入れたりとかできるかなと。でこれはですね譜面台が入るんですけど、これ譜面台じゃなくてもいろんなもの入れられると思います。はい、
そしてこれパッと収納するともうね、まあ、オールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはちょっと思われないというのもあるし、これ見てここに横にハンドルがあるんでビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ、これはねもうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけないこの本たち、はい、これはリッドミュージック社から出ているガズのね、まあ教則本とか楽譜、音楽のね楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせてなんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね9万8000部とか9万9000部近くの出荷になってるんですよ。まあこれ本当わかりやすくて簡単なんで、はい、ぜひ皆さんこういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう、音楽聴くよりやる方が楽しい、ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。